どうも、今日はお招きいただきましてありがとうございます。この研究は、最近の福橋大学大学からですね、ソーシャルデータサイエンス研究科っていうのを作って、結構有力な人をいっぱい集めたんですけど、こんな名前なんですけど、結構ガチで理系の人もいっぱい取ってて、元竹先生って若い方なんですけど、最近東数研からこちらに移られて、その PI になられた先生で、1月にちょっと共同研究でもしませんかとか言って雑談してたら、突然こういう話が持ち上がってきて、ほとんどなんか元竹先生のアイデアで僕が計算しただけなんですけど、僕は自分がやっていたことをほとんどバイオロジーにしか使ってなかったんですけど、その元竹さんがそのもうちょっと一般的な話に関係あるじゃないのとか言い始めたので、ちょっと片付けして、研究してみましたっていうやつで、これは、プレプリントになってます。でこれ出たのが4月の13日っていうことで、ここで話したいからどうしてもそれまでにプリントかけって言ってプレッシャーを受けて強引に帰ったっていう感じなので、先週ちょっとかなり苦しい状況になっていたんですが、ちょっと頑張ってプレプリを書いてきました。で、これは元竹さんの、問題意識なんですけど、から信号とは何かっていうことに興味があるって、すごい物理学者っぽい興味ですけど、信号って何なのっていうことに非常に興味がありますということなんですね。でシグナルとは何かっていうのはいろんな定義があるんですけど、まあ、通信理論的には、シグナルっていうのは送信者が送った信号がシグナルです。なのでなんか暗号化されてて見た目上ノイズにしか見えなくても、それは俺が送った信号だって誰かが言ったらそれはシグナルなんですよ。なので、送信者が、分かんない場合、今例えば設置とかやってますけど、ああいうのは受信した信号がシグナルかどうかっていうのを判定してるんですけど、まあ、本当はそんなことはまあできないはずなんです、ね、なので、ここではどういうふうに考えたかっていうと、ノイズじゃないものをシグナルとするっていうこと でノイズっていうものはランダムな信号で、ランダムとは何かっていうことを考えて、でランダムじゃないものは信号とみなそうっていう、そういうことを考えたらどうかっていうことを、まあ、元竹さんがは考えました。でちょっと簡単、僕そんなにサーベイできるほどこの分野詳しくないんですけど、そもそも信号を今までどういうふうに考えてきたかっていうのを例をいくつか挙げたい。例えばシャノンエントロピーっていうのは、これは情報量を計算していて、もしこれ i っていうのは i 番目の記号の出現確率で、PI6PI って、まあ、物理出てくるエントロピーと同じ格好をしてるんですが、もし、全ての記号が同じ確率で出現したら、もし記号が N 種類やったら、PI は N 分の1だからこれ、PI に N 分の1入れて、やると、これ全部同じだからマイナスログ N になって、ここ N 分の1で I ってバートって1になるから、要するにマイナス S ってログ N っていう数が出てくるんですね。だったらこの信号を計算して S が 6N 以下だったらランダムじゃなくって信号かっていうことにすればいいかっていうと、これは1個問題があって有名な話なんですけど、まず、そういう分数と順序情報がないので、なんか意味のある文章のエントロピーは小さいのいいんですけど、めちゃくちゃシャッフルしても記号の出現確率だけだと変わんないから、意味のある文章 と、全くシャッフルして意味がなくなっちゃった文章は同じエントロピーだから、そうすると信号、要するに順次情報入ってないから信号じゃなくなっちゃうっていう問題が起きちゃうので、これは万全じゃないんですね。でもう一個の問題は、記号じゃなくて連続する2つの記号を、確率だと思うと当然確率は変わっちゃうので、確率の単位をどう考えるかっていうので、進行の状態は変わっちゃいます。なので一見これで良さそうなんですけど、
順序情報が入ってないっていう問題と、それから、何を情報の単位だ、状態をどう定義するかで変わっちゃうから、それを考えると、これは、まあ、ちょっと万全じゃないのかなっていう話になります。それで僕らが考えたのは、たくさん時系列があったとき、自分以外のものと全て無関係なものはノイズで、要するにノイズのないものをシグナルと考える。そうするとなんかポツンと1個だけシグナルがあって残りが全部ノイズだったら、シグナルだって分かんないんですけど、そういう状況は考えてなくて、たくさんチャンネルがあってそのうちのいくつかが、同期していたらそれはシグナルで、そうじゃなかったらノイズだというふうに考えましょうということを考えました。でそれはなぜかっていうと、この世には純粋な乱数はないので、乱数に見えるだけで実際の背景には動力学が存在して、全てのシグナルを作っているはずなので、そうすると、シグナルっていうのはそういう非線形多自由度系のシグナル、アプトアップ、いくつかの変数が同期してるだろうから、1個だけ、秩序になってるけど、他とは全然関係しないみたいなのが起きないだろうから、シグナルになってるからには、ある程度の個数が同期していて、残りは同期してないっていうことが起きてるんだろうっていうので、定義したらどうかって話を考えました。でこの場合問題なのは、自分以外の信号とは関係してない信号ってどうやって定義するかっていうのが問題です。でありがちなのは、相関係数を使うっていう考え方で、これは、J っていう方がサンプルで、I の方が、変数、I 番目の信号の J 番目の値。だからあるチャンネルのデータがラージ M 個観測されましたっていう時に、どの信号とどの信号が関係してますかっていうと、ありがちなのは相関係数を計算するということなんですけど、これこの相関係数がいくつ以下だったら無関係と定義するのかが、まあ、よく分かんないっていう問題があります。もちろん、この相関係数を、T 分布に変換して多重比較補正して 0.01 以下だったら関係するみたいなことも、できないわけじゃないんですけど、そうすると M を無限大に飛ばしていったときにですね、どんなわずかな相関係数でも偶然では起きないぐらい、大きいということになっちゃいかねないので、まあ、この種の、M サンプルあったときに N 個でやるっていうやつは、サンプルをでかくするとどんどん優位性が上がっていっちゃうので、これ N が N ってチャンネル数ですから、チャンネル数、まあ、N 自由度計っていうのを考えたときに N 自由度計どのチャンネルが秩序変数ですかって N の無限大飛ばしていくと全てのチャンネルは、他と優位に相関してますっていう答えになっちゃうので、そうするとなんか適当な M で適当な PZ で止めたらここから信号代みたいな話になっちゃうので、そういうことはしたくない。で別の、考え方としては同時性確率を考えた話で、I と I' って別の変数に対して、J に対して分布を考えるときに同時性確率が、それぞれ の変数の、分布の積と一緒だったらばこれはノイズだと思うっていう、そういう考えがちょっとあるんですけど、これは M が十分大きくないと分布が定義できないから差が分かんないんで、あんまり使い勝手がよろしくないとか、そういう問題があります。で今回どういうことを考えたかっていうと、発想の逆転でノイズのモデル化っていうことで、これは元武さんが言っていることなんですけど、いわゆる彼は、今ディープラーニングやってるんですけど、もともと物理から出身でデータサイエンスとかやると、例えば画像データがあったときにデノイジングをするときに何やってるかっていう と、真の画像と今ある画像との差を計算して、その差の分布がガウス分布になるっていうふうに仮定して、ガウス分布の
誘導が最大になるようにノイズを定義するっていうことをするんだけど、ものすごい違和感があるっていうんですね。それ普通物理は意味がある方をモデル化しようとするんだけど、データサイエンスの方はゴミの方をモデル化して、でそっちがガス分布だっていうことで差っ引くと、でそれ今も続いてて、最近こうすごいブームになっている画像生成 AI っていうのがあって、あれステーブルディフュージョンっていうアルゴリズム使ってるんですけど、あれってよく見ると写真画像の方をモデル化してんじゃなくて、差っ引いたノイズの方がガウスになるっていう、ガウス仮定だっていうことを仮定して、差っ引いたノイズはガウスになるように、要するに最初乱数から、あれ誰だろうすいません、なんか知らない人が出ます。ガウス分布、乱数の方をモデル化してやってるんですよね。ステーブルディフュージョンっていうのは、ある画像にだんだんノイズを足していってノイズにして元へ戻すっていうディープラーニングをトレーニングすると、乱数から出発しても画像が出てくるっていう、そういうやつなんですけど、その時デノイジングする時何やってるかっていうと、取り除くノイズの方をガウス分布にするっていうことをひたすらやっているっていうことをしています。でそういうのすごい違和感があるっていうんだけど、この考え方をしたら、そういう違和感のある、考え方を物理系に使えるんじゃないかっていうのが、元武さんの発想です。で、どういうことを考えたかっていうと、はい、一番最初の思想の部分が分かってなくて、他とこの部分が分かってなくて、他と相関信号は違う。いや、他と相関したのはノイズとして、ノイズじゃないものシグナル。他と相関してないのがノイズ。ノイズ。あ、分かりました。相関して動いてるやつがシグナルだよ。相関して動いてるものがシグナルなんですけど、実際にやってるのはだから、機械学習と同じで、相関してないものを選んで、選ばれなかったものを、その配理法的にシグナルとみなそうということで、シグナルの方については何も言わないっていうことでできないかっていうのは彼が考えた。それで、そうするとさっき、すみません、集中講義出てる人は知ってるように、M サンプルで、これ、サンプルの数が、これは信号なんですけど、同じ信号に対して 何個サンプルを取ったかっていうことが、その動力学ってどういう関係があるかっていうのを、ポスチュレートなんですけど、こういう考えでいいかどうかなんですけど、たくさんサンプルがあるっていうことは、時間間隔が短いことに相当するでしょうっていうふうに考えました。でちょっとしかないってことはスカスカなんだから、時間が長いっていうことに関係してるでしょうっていうふうに考えました。ちょっと何が起きるかっていう と、仮に、全ての変数が有限の相関関数を持って減衰して、相関時間を減衰するとすると、こっちの時は、相関時間より短い間で観測があるからシグナルだって分かるけど、こうなっちゃうと相関時間が短いやつはノイズにしか見えないでしょっていうことになるんじゃないかと考えました。なので相関時間が短いっていうのは、だからその相関時間っていうのは今この観測点よりも短い時間をつけるって話をしています。例えば相関時間がこれぐらいだったら、はい、こっちだったら検出できるけどこっちだったら検出できない。できないですよね。だからサンプリング定理で考えたら、そこの観測点よりも狭いところってそもそも議論ができないっていう考えでいいはずですよね。そうです。それで OK。議論ができないから検出できないっていうことですよ。それで、そうするとこれはいわゆる統計的な考え方とどう関係してるかっていうと、一般に統計はサンプルがちっちゃくなると検出量が下がるっていう考え方をするわけですけど、統計で、サンプル数が小さくなると検出量が下がるっていうのは、背後に動力関係があると思うと
観測間隔が長すぎて相関関数より長い時間のサンプルしかないから秩序になって見えないっていうふうに考えればいいんじゃないかと考えたので、あるデータがあった時にサンプル数を意図的に減らしていってどんどん減らしていっても、依然として秩序として残るつまり乱数じゃないようなものはシグナルだろうという定義したらどうかっていうふうに考えその時にそのデータ の, 固有周波数、まあ、そう相関する、まあ、要は同期的に動くその固有リズムみたいなものによってこのなんていうんですかそのスモール M とラージ M の, その最適な塩梅が変わる気がするんですけどいや固有リズムがあるってことはそれ相関長無限大なのであいい、ね、M が0の極限でも検出できるってことですサインカーブってことですから減衰しないのでそれは全部シグナルです。サインに対して相関値を計算したら無限大ですからどんなにサンプルが少なくなってもオーダーに見えるからシグナルだっていうことになるわけです。あここであっ僕が勘違いました。はい、はい、多分取ってるデータのダウンサンプルをしていくかと思ったんです。ダウンサンプルしていくんです。ある M 個のサンプルがあった時にそれを間引いていってどんどんちっちゃくしていくんです。それでちっちゃくしていっても乱数にならなかったらシグナルだと思うってことを考えます。そのじゃあまずダウンサンプルするのに取ってくる最初の時間帳自体はある程度その、関係ない、いやそのあるリズムで同期するんだったらその同期するそのリズム何周期分のデータが入ってるかでその1周期分入ってるのかもっと100周期とか入ってるのかあ、まあ、それによって結果変わったりしないんですか。あそれは例えば2サンプルでサインかどうか区別できないでしょって話ですよね。ですし、そうですね、その固有周波数、まあ、早い周期の動機なのか長い周期のゆっくりした動機なのかで変わってくるのかなってちょっと思ったんですけど長くっても相関長無限大ってことは絶対同期してるから区別できますよね。できるんです。それでそれをどうしようかっていうので私が散々やってると使われた話になってこの、I チャンネルあって J サンプル取りましたっていうまず得意値分解しましょうっていうことで、一応授業では得意値分解を丁寧に説明したんですけどセミナーでまたあれをやると時間が終わっちゃうので得意値分解は皆さんご存知っていうことで喋らせてもらいます。すいません。得意値分解はn×m の行列があったときにこれを、n×l の行列と l×m の行列の積で表して、かつ列ベクトルが単位ベクトルになるようにして重みはこの対角行列に押し込んだような分解でこういう格好になります。でこれは、ラムダ L が全部違うような分解ができた場合には一時性があるけどそうじゃない場合には一時性がないです。でもし、全部ノイズだったら、この ULI っていうものも全部ノイズつまりガース分布みたいになってるでしょうっていうふうに考えてガース分布からずれてたらそれはノイズじゃないんでしょうっていうことを考えました。で、ガウス分布をどうやって計算するかっていうと、この、ここじゃ書いてないのかな。あれじゃ、どこに書いたの。まあいいや、口で言ってもいいですけど、で、ここで、シグナルっていうのはどう定義されるかっていうとこの VLJ を見れば、どんなシグナルを検出したかが分かる。だからある N について、この ULI がガウス分布だっていうのを仮定して
これは階乗分布って言ってガウス分布する変数の事乗の分布なんですけど、この累積、確率を考えて、これが十分小さかったら、これがこちらの VLJ で、規定される信号と対してガウス分布なんです、ちゃんと信号として定義、そうじゃなかったら、ノイズだろうというふうに考えることにしました。で、どんなふうになってるかっていうと、ちょっとこれもさっき、授業では説明したんですけど、ここでこれを説明してると大変なのでちょっと勘弁してほしいんですが、もし本当にガウス分布だったら、ガウス分布を仮定してある値よりも大きいっていう確率、累積確率を計算して、チャンネルごとにですね、チャンネルごとに、計算したその値っていうのは、こうガウス分布で外れてれば小さな値になるんで、これちょっと伝統的に分かりにくいんですけど、1-pi をプロットすることになってるので、1-pi が1の値のところがこのすごい外れてる、こういう外れてるところで、それらのところはマッタ例になるということが期待されるので、こういうところがあったら、これはノイズじゃないと。で、どの ULI を見ても全部マッタ例だったらそこには進行はないよっていうふうに考えようというふうに考えます。で、もし、こういうピークあったらどんな信号を検出したのっていうのは、こっちの VLJ を見ればどんな信号を検出したか分かるでしょうって、そういうふうに考えることにしました。で、ここで一つ問題があって、これを気づくのに10年ぐらいかかって、つい最近気づいたんですけど、ここで階乗分布を計算するときに、この L 番目の成分の標準偏差を、入れないと階乗分布にならないんですけど、このシグマ L をどう推定するかっていうのがあんまりよく分かってなくて、何も考えずこう全体で、標準偏差を計算していたんですけど、そうすると外れ値がいっぱいあると、それに引きずられて標準偏差がデカめに出ちゃう、まあ、平らにならないんですね。で、実はなんか10年ぐらいなんで平らにならないんだろうってすごい悩んでいて、全く気づかなかったんですけど、去年の一昨年の暮れぐらいに、これがピークがあるからだっていうことに気づいてですね、そんなの10年気がつかないのアホなんですがで、それで、どれかを外れにして残りをガース分布だと思うと平らになるってことが分かってですね、これは、要するに十分外れ値を、除かないで、ピーチを計算した場合なんですが、そうすると、標準偏差が大きめに出ちゃうから、ピーチが、小さめのところが、増えちゃうので、これ逆か、あれ逆だな、シグマ L、つまりの PI だから、いいのか、1マイナス PI で、P が大きいところですね、だからここです、ここは P が1のところなんですけど、1って偶然で起きる、シグマがちっちゃくなっちゃった、大きめになっちゃったけど、本当はすごい外れてるのに、あんまり外れてないと思われて、偶然度が下がっちゃうから、それが起きる確率はすごく大きいよと思われちゃって、こっちが膨らんじゃってこうなっちゃうんですよ、ね。で、いろんなシグマ L を推定してやると、こんな風に、で 0.5 にするとなんか本当はまったらハサミこっちにピークが出ちゃって、平らの時だけ、ここが平らになる。で、平らだっていうのをどういう風に定義したかっていうと、このヒストグラムの分散を計算して、その分散の、ミニマムになるところを探せば正しい、シグマ L が見つかって、で、何を排除したかっていうのも決まるはずでしょうっていうふうに考えればいいっていうことに、なんか一昨年の暮れぐらいに気がついてですね、それで今回の計算にもそれを使ったりです。
あ、すいません。はい。その時って瓶の、あ、先ほどもそうなんですけど、スイートの時って瓶の大きさとかってなんですか？それは非常に大きな本体で、結局、こうなるように瓶を調整しちゃってるから、あの結構恣意的だと思います。変な瓶にしちゃうと、どうやっても平らにならないので、それは非常にあのこの方法のまずいところで、あのこれはすごく綺麗な場合だけ書いてありますけど、いつもこうなるかって言ったら結構微妙です。あ、すみません。今その時の、表情センサーと本来だったら、うん、これだから混ざりの入ってる時ですよね。外れ値が入ってる時ですよね。これも外れ値は入れてないんです。あ、入れてない時なんですか。あ、はい。で外れ値が入ると真っ平らにしてもここにピークが残ります。残るんですよね。だからその時の外し方っていうのは上から順番に外してつくる。だから式位置を例えば 0.01 にしといて、多重比較補正して 0.01 から外すっていう前提で、シグマ L を変えていって真っ平らなのはどこですかって言って、その時外れたものがあの真っ平らじゃないっていうふうに考える。だからなんか自己無常者みたいな感じです。なんか下のこう上からサンプリングをどん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 ジャックナイフで削っていって、その時の分散を計算していって、どっかでプラトーが出てくるからそこみたいな。そうそうです。のとやってることとしては同じです。で、こうやっといて、それで、M が0の無限大、あ、0に持っていっても、うん、ピークがここに、残るような、これはあの一個一個は変数ですから、m イコール0のピークで持ってっても、ピークが残ったら、そのピークはあの十分相関値が長いからオーダーになってるだろうっていうことを考えました。で、ちょっとこれはなんかここでは常識だったらしいので、あのセミナーでは説明を走らせてもらいますけど、ある P 値を考えて、その P 値が、あの例えば 0.01 以下だったら偶然だと思うっていうふうに考え、あ、偶然じゃないと思うとしたら、変数が N チャンネルあるから、例えば2万チャンネル入れたら2万分の1の確率は偶然で起きちゃうので、それを補正するためにベンジャミン・ホエンベルグって言うんですけど、N 番目にスモールの前に小さい、変数が P0 以下かどうかっていうのは、 N 分の N かける P0 よりも小さいかどうかで補正するっていうことを、これは多重比較補正するとこうなるって説明は授業でもやったんですけど、なんかここでは M 以上の人は習ってるっていう話だったし、 M 以下あのセミナーなので、そこはまあちょっと、まあ、ともかく多重比較補正したピーチで、足切りしてるってことだけ、まあ、ここでは分かってもらえればいいことにします。で、これは、はい。ちょっとその、M が0にとっていうのと、時間確保が無限大に対応するっていうのは、どれぐらいの、ちょっとそこはピンときてないですか。これはだから仮説ですよ、ね。アナロジー、あ、仮説的に。だから僕らが普通やるときは観測だけがあって、裏にあの動力学があるかどうか分からなくて、どんな動力学か全然分からないので、だけどその中でどれがシグナルかって見ようと思うと、その動力学を仮定しなくてもどれが知りたいと思うと、あの M を小さく持ってったときっていうのは結果的に、その時間間隔が平均的には長いんだろうっていうふうに考えたっていうことですよね。まあ、とはいえ実際は何て言うんですか、時間が短くて M も少ないってシチュエーションもあるわけじゃないですか。あ、でもこれだから、さっきと質問が出てましたけど、あるデータを取ったらそこからリサンプリングしていくので、相対的な時間間隔を自動的に長くなって短くなったりするんです。例えば100サンプルあったとしたら、その中からリサンプリングして10サンプル取るとかやるから、あのここの幅は一定ですよ、ね。でさっき出てた質問は、そもそもその観測の時間間隔がその K の
あの特徴的なのが長かったり短かったり影響しちゃうじゃないのっていう話で、まあ、それはもう確かにその通りだと思うんですけど、一応あの実験をしている人はあの何回かサンプリングした時にあの定常状態からサンプリングしたと思ってるっていうのはまあ前提ですよね。で、あのドーリッカーで何使おうかよくあの迷ったんですけど、懐かしのグローバルカップルのすぐ使いました。これ見て知ってる人って多分なんかあんまりいないと思うんですけど、僕が皆さんぐらい、皆さんっていうその陰性の人ぐらいの頃に流行ってたモデルで、もうみんな知らないと思うんですけど、あのもう東大を去年か一昨年ぐらいに定年大会になった金子邦彦っていうすごいカオスの多重度カオスの権威みたいな人がいるんですけど、その人が、若い頃に考えたモデルで、ここの F っていうのはこいつは、FXA がパラメーターで X が変数なんですけど、これあのカオスになってて A がある程度以上大きいとこれは一次誘導カオスになることが知られています。今日もその話はしませんけど、でそれをいっぱい足す と、カオスが打ち消し合って同期して出場者が出ますっていうので、金子さんは論文を書いていたんですけど、ここではあの一部を宿題にしていく一部をノイズにしたかったので、この結合係数を金子さんのオリジナルモデルと定数なんですけど、これを乱数にしました。でどこに乱数したかっていうと、まず、G の II' っていうのは I 番目の変数と I' 番目の変数の間の結合係数なんですけど、これは、もし、自分との結合っていうんですよねの場合には1引く C にして、自分以外との結合の場合にはここはなくなってこっちだけだよっていうあったんです。だから第2項は自分でも自分以外でなくてもあるんですけど、ここだけは自分との結合の時だけはこの値があるよみたいにして、ここに、その G11 をかけてやってこっちに、自分以外、まあ、ここに自分も入っちゃってますけど、でこれが過去の自分の関係で、これは過去の他人の関係で全部足して N 分の1で平均したものと、それから自分自身をこういう重みでかけて次を作るっていうのをやりました。で A も乱数化されてて、 A っていうのは平均が 1.75 で、1-A の部分が、この乱数は 0,1 の一応乱数なんですけど、だから、このマップはカオスかどうかっていうことも乱数だし、結合が強いか弱いかも乱数みたいなモデルを作ってやると、グローバルカップルマップラティスの秩序層 と、カオス層が共存して、こんな感じの円で、この円は、行方向が変数で、これ1万変数です。でサンプルは100で、100回走らせたんですね。で初期値はただの一応乱数です。これ横方向はこれ時間には並んでなくって、縦方向も横方向も両方チャンネル方向もサンプル方向も階層的クラスタリングをされちゃってるので、これ近くて見えないから分かんないと思うんですけど、これ、左から右にそれぞれ、番号が弱くなってるんですけど、ここからずっと行って最後まで行ってまたここ行ってまた最新に戻ってみたいな。でこれ色の違いは、3状態で、これ見ると、3つの値を取る状態が、オフピークみたいになって、3つ出てきてて、それらは共存していて大部分はノイズみたいな状態になっています。でこれ見たら、難しいことをしなくても別にどこが変数だか分かるんですけど、テストなので、このシグナル変数をどの変数がノイズかっていうことを検定するだけで出せるかどうかっていうことを考えます。だから三周期だとかそういうことは与えないんですね。単に、VLI 見て日が押すになって M の小さな行方を持ってるときにピークが残ってるかどうかだけを見て、ピークが残っていたら、そいつが
どんな VLJ を仮定して得られたピーク変数なのかを見て、どういう出力が見るっていう作業で、この3つを自動的に探すことができるかどうかっていうことをやりました。で、かなり、調子がよろしくないんですけど、MS の100個なんですけど、これを、10個取って、ランダムサンプリングしました。で、そうすると、ここになんかこんなになってますから、これ最後はゼロになっちゃうのはまあしょうがないんですよね。標準偏差をゼロに持っていっちゃうと、全部要するにガウス分布で標準偏差ゼロ持っていったら全部ピーチがちっちゃくなっちゃうから全部選ばれちゃうので、そうするとどれも選ばれなくなっちゃうから、標準偏差ヒストグラムの分布もゼロになっちゃうのはそれはしょうがないんですけど、ただ理想的にはだからさっきのこういう感じのになってほしいんですけど、まあなかなか厳しくて、実際にはこんな感じしかなりません。でも、この辺に下がるところがあって、だいたいこれが 0.005 ぐらいなんですよ。でその時なんかこんな風になります。でこれ本当にいいのかどうかいまいちよく分かんなかったんですけど、これは何やったかっていうと、MS の数を変えてですね、MS が8個、要するに何個リサンプルの数を変えて、8個の時と14個で、これがだから、この基盤1でやった中から8個取るか14個取るかだから、平均的な時間間隔が、14個の方が短くって、8個の方が長いんです。8個の方が、質量変数を検出しにくいので、リサンプルしたごとに、こういう人がこういう人が計算して、ここに入っているものを選んで、それぞれの変数が1000回中何回選ばれてたかっていうのをヒストグラムで、さすがに100個中8個しか選ばないと相当選ばれにくくなって、一番選ばれるやつでも1000回中410個しか選ばなくて、ピークはこの辺にあって70ぐらいで、14にするともっと選ばれやすい。なのでまあ、こっちも減ってるからどうかっていうオーナーであるんですけど、ここを見ると確かに、サンプリングを数を減らしていくと選ばれにくくなってて、でまあこの場合はこの角が伸びてるから、ここからここまで、間隔内で、サンプリングで選ばれてるものっていうのが減っていくから、確かに選ばれてるっぽく見えるんですよ。で実際でこれ何を見たらいいかよく分からないんですが、僕も適当なんですけど、上位300個の、この横軸の平均みたいなのを例えば取って、上から、全部で1万変数あるんですけど、そのうち、300変数が、どれぐらいのところにいたかっていうのを見てやると、M が変わった時にどういうふうに減っていくか見えると思ったんですけど、横軸は、M 分の1なので、こっちに行くほど M がちっちゃいです。でなんかそれやらせっぽいんですけど、なんか減ってってどっかでサチっていうように見えるので、確かに、なんかいくつかの変数はその、円が小さい極限に持ってっても選ばれ、続けるんだろうみたいな円になっているように見えます。でこれをもうちょっと定量的にやろうと思って、こういう式を考えたんですけど、これはどういう式かっていうと、これが、上位300個で平均の、選択数で、N0 っていうのが、この選択数をゼロに持っていっても残る全員数です。で本当はゼロに持ってきたいんですけど、
さすがに現実の K でゼロに持っていくのは非現実的なので、M リミットっていうなんか小さい数があってゼロじゃなくてそこに収束したらもう、要するにこれこの式は分かりにくいんですけど、MS が M リミットになったらここは、マイナス無限大なのでここはゼロになるよってことで、要するにサンプル数を十分小さくしていったら、N が N0 になるよっていうそういう式なんですけど、これはこれ横軸が縦軸は NI300 のログなので、NI300 は指数エクスポネンシャル MS 分の1で、減ってきますよっていう式になってるんですけど、それを、ログで書くとこうなると。で、点に対してフィッティングすると、この3個ぐらいこう離れ飛び出しているのを覗くとなんかこういうふうになってるように見えるので、これを見ると、この N0 っていうのが、353ぐらいなので、上位300個の、平均旋回中何個選べるかっていう、値は、小さく持っていっても353個になるのかなっていうような結果が確かに出すことができる。で、M の小さい極限を持っていったら確かに、ガウスプルが外れるようなものが残っているので、そういう場合はどんな信号を選んだのかっていうことを見ないといけないので、この信号を見てみたらなんかこんななんですよ。でなんかこれ何も選べてないじゃん、で最終期に何もなってないじゃんとか最初は思ったんですけど、この実際にじゃあ MS イコール8の時選ばれてるものを選んでみたらちゃんと最終期が選ばれてて、つまりどういうことかっていうと、これ見た目はなんかすごい乱数っぽく見えるんですが、この3つの、周期とどれも有意の相関を持っているそういうベクトルがこれだったんです、ね、でこれ見るとなんか最終期エレベーターとても見えないんですけど、今の基準で選ばれている変数見てると確かに最終期のやつが選ばれているので、ここまで最終期だっていうことを全く使ってないんですけど、ノイズでノイズだっていうものを捨てていくことによって結果的に、三周期のものが選べたっていうことで、そのいわゆるノイズをモデル化することで、土を出すっていう機械学習でよくやられてる方法がこういう物理の動力学系でもできるんじゃないかというふうに、我々は考えて、で僕がやってるのは、バイオインフォマティクスなので本筋はこっちじゃなくてですね、このようなものが全部動力学ができてるんだから動力学が、定義できないものでも同じことができてほしいという思いがあるので、はい、ごめんなさい、ちょっと前に持って、シグナルとしてたくさん引っかかってきてるんですよね。これが1個が出るわけなんです、こんなふうにいくつかのチャンネルが選ばれます。この中は全部シグナルっぽい部分は実際だからノイズも少しかかっちゃってますよね。ああ、そうか、それがノイズの基本か。完全にシグナルの方を 100% 取るってところまでは性能がなかったんです。あ、わかりました。今三周期っていうのはその3つが出てポンポンやんと伸びてるっていう、さっきの時系列の方で見ると、これはだからこの辺の、こういうところが選ばれたってことですよね。で、その時の、選ばれた時系列の、すみません、これもです。三周期回を検出っていうの、これはやっぱり三周期じゃないんですか？三つ周期になってるんですかと思ったんですけど、低い低い高い、低い低い高いみたいな。まあ、そういうふうに、一応見たら最終期になってるかなっていう気もしたんですけど、でも例えばこの辺見たときに、ぐちゃぐちゃっと最終期だって分かってると思いますけど、ここ見たときにこれ最終期っていうなかなか思えないんじゃないかなと私はふと思ったんですが、どうなんですかね。でもこれ今、周期性っていう部分に関
ていうのは、なんか時系列の時間方向の情報っていうのは入れてない。入れてないです。であれば、まあ全体的にその値として3つぐらいになる。値的に3つになってる。値的に3つにはなってないですね。ないですよね。だってこれ、これあの位相がずれてるので、うん、これ全部足しちゃったら平均はあの3つのピークじゃないので、うん、この3つに同時に相関しようと思ったらあの3ピークっていうのは出てこないですよね。この時系列で楽しみたのかそうですね、だからもう自信になったんですけどだからあの要するにシグナルを定義しなくてシグナルを検出することができるということができたんじゃないかとは、まあ、我々は考えて、ノイズのモデルだステーブルディフュージョンとかはノイズのモデル化をするだけでシグナルを残しているわけですけど、まあ、同じことを GCM に対してきたんじゃないかと我々は考えています。だちょっとだけ違うのはその M が小さいっていうのをあの相関時間の長さだと翻訳するっていうふうに考えたっていうところがちょっと違いますけど、で、本筋は、僕のこれは元武さんが興味で、僕の興味はメインの興味はそっちじゃなくて、あのそんな道理教育が見えない自然現象しか分かんない場合に、同じことができる、ようじゃないと僕の役には立たないので、遺伝子発現プロファイルっていうことで、これは全くスタティックなデータですよね。遺伝子が 48,667 次元で、855人の患者のがんの何度か忘れましたけど、がんのデータでなんかラベルがついてて、何のラベルだか僕よく分かんないんですけど、 TCGA がダウンロードしてきたんですけど、なんかこっちにいた方が多分深刻なんですかね。で、このラベルと、整合的な成分があるかっていうのを調べてみると、例えば、この48,895サンプルから28個、リサンプリングしたある、特異値、分解の VLJ の中に P が 0.、これなんか相関してるリアルかもしれませんけど、これ検定すると相関してるっていう結果が出てきます。なのでリサンプルするごとに、この一番相関しているやつを調べて、それに対応する、U の方の、ガースグループ使って検定して、残すっていう作業を何回も何回も繰り返します。でこれは MS5 の時何回これ1000回か何か繰り返した時の、全体のピーチのグループなんですけど、まあ、これここにもまさかピークが立ってるのであれですが、うん、なんかこう平らになってこうなってるからこういうシグナルがあるのかなというふうに、見えます。うん、で、さっきと同じように、あこれは100回なんですけど、100回やった時に何回選ばれるかっていうのを見るととっても見にくいんですけど、100回選ばれるって数が、20と40だと20の数確かに減ってるように見えるから、やっぱりリサンプルの数を減らしていくと、あのガース分布じゃないと思われている遺伝子の数は減っていくように見えます。でさっきと同じように、今度はさっきとあの見てるのは違うんですけど、これは、950回、1000回やったうち950回選ばれた愛の数っていうのをプロットしてるんですけど、その数が、まあ、こういう何を取るかっていうのはかなり恣意的な話なんですけど、ちょっとやっぱり、これ指数関数的に減っててどっかでサチって見えるので、さっきと同じ、フィッティングですね。これが H0 が MS を0に持ってった時の最終的に残る、変数の数、あ変数の数っていうか持ってった時の、950回以上選ばれる、あの遺伝子の数で、でまあこれ M リミット、この場合なんか M リミットは0になったんですけど、一応 M リミットもフィッティングにすると、MS サンプリの0に持ってった条件で何か収束して、
62個ぐらい残りを見たの結果、1000回中950回以上、選択される電子の62個残るよみたいなことが出てる。だから、偶然かもしれませんが、裏に動力学系がなくっても、GCM と同じ 解析をして、秩序変数で今の場合はがんの、ラベルに相関するような変数が選べたということで、元武さんが考えているこの世には乱数なんかなくて全部動力学系で作られていて、人間はその、わけわかんない乱数だと思ってるんだっていうふうに考えることでシグナルを検出できるんじゃないかっていうのをスタティックのデータでも、やることができて、でなんでスタティックのデータでも OK なのかっていうと、ここに書いてあるんですけど、動力学だと思った場合には、シグナルとして検出される確率っていうのは、自己相関が有限だってことで、相関時間って減っていくんですよね。で、この t っていうのがさっきの時間間隔なので、t を f 分の1っていうことにすると、この検出される確率は指数エクスポネンシャルマイナス m って減っていくっていうのが、GCM の時に見えていた、このグラフで、遺伝子発現プロファイルの時にはどう思ってるかっていうと、ガウス分布だと仮定したから、この U の大きさとともに減っていくっていうことなんだけど、このシグマ事情っていうのはサンプル数の比例するはずだから M 値で減っていくだろうと、いうことで、まあ、M が小さい方が簡単に二軍に分かって見えちゃうから偶然で起きてるって見なされちゃって、P 値は小さくなりにくいんだけど、それでも、説明できないぐらい、ガウス分がずれてるっていうのを起きる確率は M が小さくなるほど、厳しくなっていくんだけど、それでも残るやつが本当に。で両方とも指数関数になってるっていうのは、まあ、全然違う式でやってんだけど、これが一致してるのはこっちがそもそも裏に動力学があってなってるから、それを要するにだから何て言うんですかね、授業中に講義の時になんでガウス分布になってるか分かりません、ランダム行列で考えたらガウス分布になってるって保証はないんですよねみたいな言ってたんですけど、まあ、かなりヘリクスっぽいですが、元々さんっぽく考えるとこのガース分布になってるのはガース分布じゃなくて、この相関長が減ってってるのを検出してそれをガースだって言ってるだけではないかという解釈ができるよっていうところまでは一応話が進みました。で、まあ、一応、これ無謀なことを考えていて、この枠組みは非常に一般的なので、もっと一般的な、場合に使えることができて、この世界にあるスタティックな統計的な検定を全部ダイナミカルな相関長の観点から考え直して、考えられるんじゃないかとかいうようなことをちょっと頭がおかしいんですが考えていて、できたらまあすごいなと思うんですけど、ただまあその僕もこの遺伝子発現プロファイルと GCM って全然関係ないものがこんな同じ式でフィットできるって夢にも思わなかったので、ちょっとこれは偶然じゃないのかなと思っています。で、まあ、他のものでやってもうまくあったら素晴らしいんですけど、まあ、そこまで世の中は甘くないと思いますが、で授業を受けていた人に説明なんですけど、この前の時間で僕は僕が使っているこのガウス分布と仮定した発生値を検出するという方法はよく分かんないけど、 M がちっちゃい時に強力で M が大きい時はダメですって話をしたんですよ。で、なんでだかよ全然分かんなかったんですけど、この元崎さん考えたことが正しいとすると、なんで M がちっちゃい時だけいいかっていうと、要するに相関長が長い、こういうがんの、モデルの時にこれ人が違うわけだし、
こういうのをあのサンプルが、小さかったら時間が長いって言っていいのかよく分からないんですけど、でもこういう画面がついてるってことはなんか漠然となんかがんがだんだん悪くなってるみたいなことを想定してるから、多分イメージ的には、一人の人撮ってるわけじゃないけどなんか時間が入ってんだと思うんですよね。あの健常者と患者っていうのは一般的にはあの時間が入ってないってイメージがあるけど、あの何もしないで患者は健常者に戻んないから、暗黙のやっぱり健常者と患者をサンプルしたら健常者から患者に向かって時間は流れてるはずなんですね。だとすると、そういうダイナミシステムがあって、相関長の長さっていうのを見てるっていうのはサンプルが小さい大きいに関係してるというふうに考えることもできるかもしれないので、そうするとなんでこの方法が N がちっちゃい時だけ強力なのかっていうのを説明できるんじゃないかなというふうに私は今ちょっと思ってます。でそうすると、まあ、これもかなりいい加減な話したので分かんないけど、なんでガースループが出てくるのっていうのも、あのちょっと根拠が出てくるしみたいなことを今考えています。なのでなんかここにいる人であの一緒に研究したいなって人がいたら、なんかデータ解析一緒にやりませんかみたいな話をして終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。質問ありがとうございます。後半の実データの方の話で、はいはい、P 値のヒストグラム出た時に、1-P が小さいところにピークありましたよね。これですね。この時にこれそのまま BH やったわけではない。はい、この、データに対してそのまま BH 法を使ったわけではない。多重性補正こっから、いや、だからさっきのやつで、こっからシグマ、あの標準偏差を計算するときにここを除いて標準偏差を計算しているので除かれたものがあのシグナルだっていうふうにあれ考えてます。直接 BH 法を使ったわけじゃないっていう意味が、だからそういう意味じゃ、一個一個はあのこれを入れたまま BH やってるから、あのそういう意味じゃよろしくないっていうのは確かだと思います。あくまで、そのヒストログラムが最初のなるとこを選んでるだけなので、なんか定量的にちょっとずれてるっていう可能性はもちろんあると思うんですよね。本当はこういう P かはあっちゃいけなくって、あのここってあの P が1のとこだから普通の、DSEC2 とか分かります？あの遺伝子発現プロファイルをから発現量に差があるものを選ぶっていうあのステートオブアートメソッドがあるんですけど、そういうやつは、動作を見るとこういうところはこっそり捨ててます。例えば、サンプルのうちあのゼロが多いものを捨てるとか、なんかそういうことをしてこういうピークが出ないようにやってるんですけど、爆笑時にやって残るんですけど、嫌だからみんななんか別の基準、898個中500個以上ノンゼロが入ってるものだけ残すみたいなことしてこっそり捨ててるんですけど、そういうデータを捨てないと本当は残るんですけど、ただこういうのが残ってると普通はうまくいかないんですが、今はヒストグラムがフラットっていうことしか使ってないから、ここにピークがあったってフラットになるところのシグマは変わらないので影響されないですね。シグマは影響されない。そうですね、だからガウスで考えたときに、高い方のやつを取り除いていったときに平均ゼロでシグマ、そうか、だからシグマが具体的な値は別にどうでもよくって、そうですね、フラットになってるっていうのは大事です。そうです、わかりました。あのちょっとぼーっとしてたら、あの実データのところで、はいはい、分からなくなっちゃって、先生、もう一回。はい、だから、まず、48,660の遺伝子があって、そこに895に患者のがんのデータで、このラベル、僕、なんだかよく知らないんですけど、TCGA がダウンロードしたので、ラベルがついてて、
なんかこっちに行くほど状態がひどいよっていう。そうですね、多分あのグレードとか書いてあるステージとか書いてあるとか多分そうだと思うんですけど、でこのステージに対して相関がある、ベクトルはあるかっていうと、例えばある MS28 を1回取った時のあるリアライゼーションにおいてはなんか P が 0.03 みたいなのがあって、だからまあそう、これだから単調に増えてるとか減ってるとかそういうこと何も考えてなくて、単にダブルかで下がるかだけど、でそしてあのリサンプリングするごとに P が一番ちっちゃくなるような VLJ を取ってきて、それに対応する ULI にガウス分布を適用して外れ値を計算するっていうことをたくさん繰り返して、それぞれの遺伝子が何回選べるかっていうのを統計取ったんです。この右のグラフは先生の処分で書いてある。そうです。特異値分化した時のある L 番目がこうでした。で、それはなんか具体的にはこの性質、まあ確かにこの遺伝子はそう思って。あ、だからそのエンジメント解析でしたかったんですか。とか、まあなんか無意味じゃないかどうかっていうのは。それは今回はやんなかったですね。あのそっちの興味は。今回はあんまりなくて、あのレビュー終わりやれって言われるかもしれませんが、僕が知りたかったのはこういうグラフとかこういうグラフが成り立ってるかどうかっていうことだけだったんで、 あんまり選ばれた遺伝子が意味があるかどうかっていうことは今回はあんまり興味がなかったんでやらなかったんですけど、ただ一般的にはあの特異値分化で選んだ遺伝子はエニチメント解析すると大概がんに関係あるパーソナルがヒットするからやれって言われたらやるけど、多分ヒットしてると思います。あどうぞ。あすいません、理解は雑な理解は確認したいんですけど。はい、すいません。あいや自分の雑な理解は確認したいんですけど、その、N が大きくて M が小さい場合何かっていうのが次第にあったと思うんですけど、その特徴量の多さに対してそのサンプル数が少ない、サンプル数っていうかその少ないっていうのが、その特徴量多いことでそのなんだろう、多数派みたいなものがはっきり見えてくるっていう一方で、そのサンプルが少ないことでそのなんだあの時間ごと その 波の形っていうかパターンの形の種類が減って、それはあのいろんな種類でこう見たときにガウス分布を作る可能性が減ってくるというか、そうですね。そういうことがあった。はい。どうですか。あの時系列が背後にあるっていう説明がメインで行われてますけど、はい。なんか それによらない理屈があるんじゃない。まあそうかもしれない。それではなくても成り立っているような。まあそうですね、そういう可能性はもちろんあると思うの でこういう理解をするとなんでガウス分布が出てくるかっていうその説明できなかったところが説明できるって言ってるだけなので例えば本当に人工データで時間ない関係ないようなものを作ったってあ出ます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 、まあ、そうするとやっぱそれによらない理屈がきっとあるのか、まあそうかもしれません。その辺はだからよくわかんないんですけど、僕らこういう主張をしているだけで証明があるかって言われたらそれちょっと分かんないです。ただあまりにもなんかいつもガウス分布が出てくるのでなんか不思議だなと思っていたんだけど、単にランダム行列だけだとガウス分布になるの弱かったんですけど、こういうふうに考えるとなんか出てきてもおかしくないかと思えるんじゃないかって言ってるだけなので、証明ってどうすればいいのかちょっとよく分かんないです。はい、どうぞ。あの今回かノイズを消してって残ったのがシグナル、はい、そうです、はい、じゃあその削ってったやつはノイズだったのかな。それは見てる VLG 変えたらシグナルになる可能性がありますね。今は、GCM の場合はあの第一主成分でやっちゃったので、はい、第一主成分で引っかかってるのは3周期だけですけど、
もし他に別の周期があった場合には、その別の周期の方向にもガースブックからずれるから、別のシグナルは検出されるって可能性がありますよね。逆にそのもう値としてはゴミだから小さい方の固有値からずっと順番に見たときに、なんかこうすごい漠然としたイメージなんですけど、なんかノイズがこうどんどんいろいろなノイズが下の方の固有値に溜まってって、なんかどっかからこうシグナルっぽいのが出てくるのかなってしたんですけど、一応理想的にはだから、こういうグラフ得られなくなるんだろうなと。あのシグナルじゃない方向まで固有値が下がっちゃったら平らしか出てこないんじゃないかなというふうに我々は思っていますが、それ要するにあのそういうことでシグナルが入ってるかどうかは検出できるんじゃないかなと思ってますけど、まあ、あくまで枠組みの話なので検出データで本当にうまくつけるかどうかっていうのはよくわかんないです。ここ出てるんで、ちょっと良かったんですけど、さっきその3周期あるっていう話だったじゃないですか。はい、だからそのヒストグラム見たときも、こうなんか3つに分かれてるように見えたのと、そこのところでそのガクンと下がるのが 3つあるっていうのは、なんか関係あるんですか？それは考えなかったけど、そうかもしれないですね。構造が出ちゃってるかもしれません。それはちょっと、すぐすぐ後で考えて、それはちょっとそうかもしれないですね。まあ、VLJ とステージの相関とか取られてたんですけど、これは普通に相関値を出して引っかかりを取ってきただけなんですか？いや、これは相関はやってなくて、単に、100回リサンプルして無じゃないって言われた回数が重い順に調べてるので、VLJ と相関を取ったとかそういうことはしていますね。あくまでノイズじゃないっていうことでしか選んでないので、直接 VLJ と相関してるみたいなことは使ってないです。他の L の V を見たときに、そのステージ特異的に増加してるとか減少してるとか、そういうのは出るかもしれないですね。そのあのそういう可能性は多分否定できると思いますけど、どうぞ。ついていってないと思うんですけど、はい、あの遺伝子発現のデータの方は、時系列と見なせるデータなんでしょうか？時系列と見なせるデータではないです。で、そうすると、3ナノシットの整合性はちょっとよく理解できてなくて、例えばターゲットデータみたいな時系列をバラバラにしても同じ結果が出ると思っていいですか？まあ、僕らはそう期待してますけど、ただそこまで長い時系列ってなかなか取れてないので、 M が10とかだとリサンプリングできないから、これと同じことはできないですよ。あ、いや、あの単に時間の順番を入れ替えるぐらいだったらデータのサイズと同じでもできるのかなと思ったんですけど、時間の順番を入れ替えても特異値分解には影響しないから結果変わらないです。あ、ということはあの時系列の構造みたいなものを見てるわけではない。時系列の構造はどこで見てるかっていう と、あのこちらの、まあ、これが本当かどうかは怪しい話ですけど、この絵ですよね。 M は小さくなったら時間が伸びてるでしょっていうところに時系列の情報が入ってると我々は思っている。だから先ほどの生物データの場合もステージっていう概念が入ってるから、だんだんがんが悪くなってるんだから、あの暗黙のうちに時間は入ってると思ってるんですよね、僕らは。あれはちょっと本当分かってないから、はいはいはい、外れたこと言ってるかもしれない。はいはい、あの人が何百人かいて、そうです、その人それぞれの遺伝子の発現っていうのがなんか時系列みたいなのに並んでるっていうデータなんでしたっけ？時系列じゃないんですけど、ラベルがステージっていうラベルがついてるから、健常者がだんだんがんになっていくって時間発展を反映してるでしょうって我々は思ってるってことですね。ステージ、ラベルっていうのは、その、なんでしょう、二次元のどっちかの軸に入ってる
なんかその個人の遺伝子の発現がどうだっていうデータだと思うから、アベルってどこに入ってるのか。人についてる、人に。898位の人があなたはステージからですってラベルがついてるんですね。48,677個の遺伝子を895人の人に観測しましたって言って、895人の人にこういうラベルがついてるんです。それが時系列、時間だと思うと、GCM の時は、時間っていうのはその46,000次元の方の方向軸に入ってるんです。いやいや、GCM の時もこっちです。100回 GCM 回したってことだから、GCM の場合は要素が1万個あって、それを100回やったから1万回100になったんですね。あ、すみません。これを時系列と対応つけるというのは、例えば、何な人が、何0か、何1、何1、何3か、何102まで行って、次にサード1、サード2、サード3って行って、コース4、あとコース1からコース18まで行ってみたいな感じでだー流れていったっていうのをイメージできたんです。まあでもこれ見てもそこまで綺麗になってるわけじゃないから、そこまで単調になってるかどうかわかんないですけど、上がったり下がってるかもしれませんが、さっきのその時系列っていう感じになって、そこになんかこう M が小さい場合はこの辺でこんな感じでサンプリングされて、 M が大きいとまた3個サンプリングされてっていう、その横軸っていうのが横軸はステージ、このステージの番号じゃないかっていうふうに思います。ただし単調性があるかどうかわかんないですね。上がったり下がったりしてるかもしれません。だからあのサードとかホースの中で上がってるかどうかわかんないけれど、一応そこの何らかトレンドはまあ一応そうになる。そうですね。のがあの一応その時系列との関係というふうに。まあそういうふうに我々は思ってますけど。だからそこのだからあのそこのだから。今さんがおっしゃったようなサロゲートをするっていうのならある種サードとシックスあのをパッと入れ替えちゃったりとかっていうふうにして並べ直して同じような配置をした場合には結果が変わっちゃう可能性がある。いや入れ替えてもだから特一分解だから変わらないですね。ああそうか、特一分解に順序入ってないので895の方向をランダムにシャッフルしても U は変わらないから結果は変わらないです。だから感覚でしか入ってないですね。ランダムに取ったときに一番近い、時間間隔はどこですかって言ったのが平均として短くなったり長くなったりしてるってことですね。だからデータの中になんとなくおそらくそういうつながりがあるだろうっていうぐらいのこと。そうですね。どうぞ。あ、そうですね。言葉遣いの違いなのかもしれないですね。はいはい。その時系列というよりはそのノイズをどう定義したかっていうのが重要なというかしているんですけど、はい、そうです。その、サンプル数が増えるとその読み取れる情報が増える分、その他の検出手法はちゃんと分かってないんですけど、他の検出手法だとその支配的なシグナルであるかどうかの判定がその難しくなってしまうのがに対して、その今回の手法はノイズの定義をしっかりしている分近い判定の検定ができる。これはだから M がちっちゃくするっていうことは普通は検定だと悪いことなんですけど、この場合はいいことになってるっていうところが肝で、なんか僕がやってるとは経験的に M をちっちゃくしないとうまくいかないんですけど、その理由はこれなんじゃないかっていう話です。普通は M を大きくした方が検出力が上がるので、あの良い結果になるっていうふうにみんな思うんですけど、ただあれの問題は N 個として M 無限大に持っていくと、あのどんなにちっちゃなやつでも優位に差があることになっちゃって、 M を大きい方に極限っていうのはあのちょっと鬼門なんですよ、ね、だから決め打ちのピーチでやっちゃうといくら多重比較補正しても全部シグナルになっちゃうんですよ。ただ現実には例えば2万個の遺伝子に対して10億人連れてこいとかできないからそれ起きないんだけど、できるようになっちゃったらやっぱりリサンプリングしてやるんでしょうね、現実には。どうぞ。
あ、ごめんなさい。あの感じない質問で、あの全部ノイズ、人工的に全部ノイズ、シグナルゼロと、さっきのカーブと、うん、まあ、全部ノイズにしちゃうと、だからあのこの絵になっちゃいますね。この辺のカーブ全部ノイズだと、この絵になっちゃう。いや、それは分かるんですけど、はいはいはい、この後に出てきた同じプロトコルでやっていると、まあ、なんかカーブがフィッティングカーブになるんですよね。この次の次、あ、これ、これとかこれとか。はい、これどうも。はい。これはどうなるんですか。もう一回言ってください。あ、全部ノイズだったんですか、うん、多分だから、ゼロいっちゃうんだと思いますけど。だから、N0 がゼロになっちゃうから、多分マイナス無限大に飛んでっちゃうんだと思いますけど。止まないでこうビューっていっちゃう、ログだからゼロになったらマイナス限度いっちゃうから、このままこういっちゃうじゃないですか。そういう、それは何か数値的にも確認して、ああ全部ノイズにしたらですか。まあそれやってみればよかったかもしれないですけど、でも多分それはそうなっちゃうでしょうね。あの全部ノイズにしたら M0 持ってったら全部ノイズになっちゃうから、この NI300 みたいなゼロになっちゃうから、なんか難しい問題だとそうなって、例えばノイズとシグナルと区別できないような問題をやったらそうなるあ、だからあのえっ、ー、とケースできない、だその辺はだからあの例えばスピングラスみたいな場合ですよね。スピングラスかに対応するかどうか分かんないですけど、でも、まあ、ノイズとシグナルがそんなに比率が大きくなくて、エフェンケースに高くて、そうですね。まあ、機体としては、あの同期してれば、シグナルだと検出できるから、見た目上ランダムでも同期してれば、できるんじゃないかなと思ってますけど、レプリカシンメテリブレーキングってそういう話ですよね。まあまあまあ、そうですけど。パッと見は段数だけど、あのブロック体系化されてるから、あのクラスター化されてるので、見た目上ランダムだけど実は必要がありますっていうようなスピングラスのオーダーですけど、いや僕の人はもっとすごくシンプルで、あのうまくいった検出できた例がうまかったんですけど、検出できなかった例はここ無限大に落ちていくっていうカーブに見えるんですか。まあでもそうなりますよね。そ, あ そ, そ, そういうのは実際は試してない、試してないですけどなっちゃうと思います。そのNI300 と計算してもゼロになっちゃうんだから、か全然関係ないのがシグナルとして拾われてるのかな、拾われてくるのかな、全然関係ないのし、あどうなんでしょう。そういやつだからシグナルが間違った、ノイズが間違ってシグナルと思うことあるの、それを聞いたら、それはだから我々が思ってなのか、そうなったら平らになっちゃうから区別できるんじゃないのっていうふうに、全部ノイズだったらこういう絵になっちゃうから、まあ、理想的にはそうなんですけど、うん、数値で一見的にどうなのかなっていう、どうですかね、それはなっちゃう。だから間違ってシグナルだと検出しちゃう可能性が全然ないかって言われたら、それは確かにそうです。うん、はい、2つ質問させていただきたいんですけど、はいはい、多分1つ目の方は多分問題ないと思ってるんですけど、確認のために伺いたかったんですけど、あの手法上は、まあ、要はノイズをモデル化してその分布の分布というか、それに当てはまらないものはシグナルだと見るということなので、多分問題ないと思うんですけど、その取ってきたデータがその区間の中であの否定上、つまりその自己相関の長さが変わるような、あるいはある状態から全く違うトレンドのものに変化するみたいな、スイッチングするような時系列が含まれてでもこの手法でシグナルを検出できるのかっていうのが一つと、もう一つはあのノイズ有機同期みたいなノイズで同期するような経緯だった場合の時系列って、まあ、どんな時系列になるか僕よく分かってないんですけど、そういった場合でもそのシグナルはシグナル、ノイズはノイズってちゃんと分離できるのかっていうのが伺いたいです。だから最初の方についてはそのスイッチングしちゃったらそこで相関は切れちゃうから、スイッチング感覚よりもあの長くなるぐらいサンプル数が減っちゃったらそれはノイズだと思われちゃうと思います。ってことは
案にそのシグナルというものは取ってきた時系列の中でデータ感覚の中である程度定常な何かがあるみたいな。そうですね、定常な K であるというのが大前提ですか。あの変わり方によると思うんですけど、はい、その変わるときにグルーピング変わらなかったら多分検出されると思うんですけど、はい、グルーピング組み替わっちゃったら多分無理です。あ、はい、分かりました。で後者の方は、乱数でも同期してれば同期だから多分検出はされると思います。ああ分かりました。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。そうですね、最後です。どうぞ。前半の話と後半の話で指標がそれぞれ最初は、N300 って上位300使ってました、うんうん、で後半の方は1000回中950回っていうふうな、うん、でなんか本当だったらここのところも何かしら検定かなんかをしなきゃいけないのかな、まあそうですね、ちょっと思っちゃったんですけど、ただなんか全然分布が違うのでさすがにこの分布まで一緒にならなかったので、うんうん、そこまでこれ格好が全く違うから同じことできるっていうのちょっと難しかったんですけどそこまでユニバーサルじゃない、うん、なんかの指標でそのゼロに持ってったら、あ、エコゼロに持っていったら同時だと全部消えちゃうようなものを考えてやるっていうところはそれは工夫しないといけないと思うんですけど、なんか一方は検定で一方はこの950回とかっていう決め口だったりとかっていうのがなんかちょっとかゆいなっていう感じが、まあそうですね、それをあの時系列にあのモデルに広がないであるかってやれればいいんだけど、そこまでユニバーサルじゃないんですよね。終わりですか。ちょっとトンチンカンの質問かもしれないですけど、シングルセラーセックを考えた時に、はい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 、まあ、いろんなサブタイプの細胞が混ざって、はいはい、で小数を取ってきた時にその場合のシグナルってのは何ですかね。その、まあ、各クラスターを規定するような遺伝子発現のパターンというのがシグナルになる気がするんですけど、そういう他クラスがあった場合とかでもこういうのってなんか拡張できたりするんですか。一応でもガンの方は他クラスですけどね、うん、ああ他クラスの、ああまあそうそう、ただこの場合でも変数選ぶのにラベル使っちゃってるから、うん、シングルセルでやろうと思うと、うん、あのなんか別の基準を持ってこなきゃ無理でと思うんですけど、セルにラベルはついていないので、はいはいはい、もう割り切ってあのガースブックになってるかどうかだけで見て、うん、こっちを選んでそっちから逆に、U マップかなんかに行って、はい、あの細胞をクラスタリングするっていうことをする方がいいのかっていう可能性もありますけど、シングルセルの場合、そのまあなんか UMAP かなんかでわっと低次元化してとある遺伝子の発現の軌道とかなんか見て、あ、このクラスはこの遺伝子発現高いよねみたいな、なんかそういうのでもう目で見た瞬間に、あ、これシグナルだねってことが分かると思うんですけど、 そのケースって N この場合 M が多いですよね。それそうですそう、でこあんまり分かった M で先生の場合はサンプル数が少ない方がうまくいくっていう話をされてて、シングルセルでも、うん、トラジェクティ解析とか、うん、ベロシティ解析みたいなことをしてますよね、うんうん、だからシングルセルの場合も多くの場合はなんか暗黙に時間が入っているから、うん、多分そっちを引っ掛けてることになるんだと思います。ああ、シングルセルっていうのは、あのもちろん多様度があったときにどう見るかって言われるんですけど、本当は時間が暗黙に入ってるんだけど、いろんな時間段階のあのセルが入ってるからバラついてるって解釈する場合があるので、多分そっちを引っ掛けてるっていうことになるんだと思います。なるほど。あ、ありがとうございます。
他何か質問ある方。あ、さっきのはね、ありがとうございました。さっきの川さんが言ったことを感じてるんですけど、文系進行とかの場合、なんかホワイトライブみたいなのを売ってたらいいんですけど、なんか湧き上がったみたいなのが、いわゆる神経スパイクみたいな、悪口調があったのが私は言うんですけど、で、前も、その話聞くのは、書いたことの中から、何でしょう。ガウステンじゃない脱走みたいなのは、これではできないってことなんです。それはよく聞かれるんですけど、例えば、この遺伝子発現プロファイルの場合は、一個一個の遺伝子の分布はガウス分布じゃないんですよね。それなんか負の二項分布ってなるっていうことに業界ではなっていて、だからこの話をするとみんなが言うのは遺伝子の発現プロファイルは負の二項分布なんでガウス分布じゃないんじゃないのって言われるんですけど、多分その特異次分解とかすると複数の成分を足したり引いたりしちゃうから、有限分散の分散だったら何やってもガウスになっちゃうんだと思うんですよね。だから、こういう絵が出てくるんだろうと思ってます。ただそこは証明はもちろんない。見てみるけど、はい、なんかそのネイチャー線とかだと個人化ってなんか重要になってくるのかって思ってまして、はい、個人化、個人化、はい、なんかそういうのを使うと、なんかこれに加えて解析するなんかアイデアみたいなとかってあるんですか。なんか今はなんでしょう、今のコピー状態にもう知識でね、が完全にしたかみたいな感じだと思うんですけど、なんかそれの本人化みたいなもう考えないときにどうしたらいいかな。それ点数にすればいいと思います。時間と個人みたいにすれば個人差と時間方向を分離できるので、はい、要するにだから、これをデータは各個人として一時点しか捉えてないけど、例えば全ての人が診断の時から過去にさかのぼって10個取ってるっていうんだったら、人間×時間×遺伝子だから点数にして同じことをやれば多分いいなと思います。わかりました。その場合はその線形の点数の分解がマシになってくる。そうですね、点数の分解使ってやればいい。ありがとうございます。あ、どうぞ。いや、最後この手法は M が小さい時にうまくいってる。そうですね。ですけど、この良さを生かしたまま、その M が大きく観測されているデータに対しても良さを失わずに適用するってことはできないんですか。どうなんです。それはなんか考えてなかったので、これは M が大きくなるとそうか、時間が短くなってノイズじゃないも拾っちゃうって話だから、 M を多くしたら悪くしかならないんだと思うんですよ。で、授業の時に見せたみたいに、M が多いと T 検定に負けちゃうんですよね。だからやっぱ M を大きくしたらこれダメなんだと思います。なんかどっかこう逆にこう厳しく、単純に、どうなんだろう。M を大きくして良くする方法ってあるのかな。M を大きくするっていうのは間接的にはリサンプリングがいっぱいできるっていう意味では精度があると思うんですけど、M が例えば10個だったらリサンプリングできないので、 M が大きいっていうのは間接的には効いてると思うんですけど、100個の時には1000個の方がそれはたくさんリサンプリングできるから精度は上がると思いますけど、 M そのもの大きいのを利用するのはちょっと無理な気がちょっとします。たくさん質問していただいてどうもありがとうございました。じゃあこれで講演をおしまいにしてありがとうございました。